ソルト&サンクチュアリーのね、続きをやってきます。前回はね、チュートリアルのボスで死んだ、軍打的なやつ。つうわけでね、ちょっと今、キーコンフィグをきちんとやりまして、そこそこね、操作できるようにしました。うわ、盾構えてたのに噛まれたよ。このゲーム面白いよ。おお、裏にも判定があるのか。うわ。うわ、空中コンボとかあり。やべ。ジャンプで上ればいいのかな。わあ、死んだ。死んでばっかりなんだけど、これ これなかなかね、これは手応えのあるいいゲームじゃないか。ジャンプで避けられないの？コンボがきつい。おお。それどうやってかわすのよ。あれ、縦か？縦弾かれそうな気がするけど。おい、縦効かないじゃない。ああ、なるほど。
正解はあれ、叩くだ。おし、死ぬ。次こそはなるべくローリングで後ろに回ってからかな。当たり判定あんのかよ。ノー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 。今ナイスジャンプだったけど、うわ、よし倒した。フラスコがないんで変わりますか。これ落下ダメージはないのかな。これ落下ダメージないのか。うわ、ん、お聖職者の石。うわ、落下ダメージあるんじゃん。ソルト塩取ってこないと。え、今のはどこに別次元がどうとかどうとか。え、ここで拾えないの、落としたソルト。え、これか？うん。折り方がわかんねえ。ああ。ああ、なるほどね。はいはい。経験値のソルトとは別に、金貨もあるのね。ここでちょっとね、レベルアップを。これ今この紫が取れるでね、ちょっと待ってくれ。筋力、筋力、精神力、わかんねえな。とりあえずこのポーションっていうのにして、え、これ何、ラクダみたいな。わかんねえな、筋力。
剣士。もう一個取れるか。体力取っとくか。よし。これ下行ったかな。お、空中で何回も攻撃できるの。いや、なんかここ普通に入り口だったわ。いや、ここ来たわ。よし、倒した。この上は？これ行ったよね。ん？え、これは行き止まりなわけ？はあ？この先に行くんじゃないの？これ。ジャンプ。こっちではない。本当ですか。まさかこれ落下ですよね。ですよね。いや、なんて、こう、2D ゲームって、こう、久しぶりにやったけど、面白いもんだね、これね。こっちなのかな？ん？いけない。こっちも行けない。なんか行けるところは？あそこにアイテムあるんだけどな。
お、ここは？いけない。もうこっち行けるのか。おうおうおう。え？これ何よ。あ、フラスコが4個に増えた。ちょ、よくわからねえわ。これは下から来た。まあ、とりあえずね、ソルトを回収して。この上はね、行った気がするんだよね。これが分からなかった。お、なんかここにあるんだけどな。どういうことなの？落ちたら死ぬんだろう？お、そうでもねえのか。ん？いやー、わからんな。ここは来たしね。どういうことなんだ？まさしさ、
お、これ何？今何？行ってないとこある？行けないんだよね。どうやったら行けるようになるの？いやー、分からんなこの下行くのかな？おお、この下か。この先の橋が崩れているので行けない？ジャンプで行けそうだけど。行ける行けたじゃない、普通に。うん、下に飛び降りる。秘密へ、例の右。うん。秘密扉右。おお、なんか開いた。ちょっと待って、アイテムを取ってこないとね。あれ、こっちもあるな。悩ましいな。とりあえずあのアイテムを取ってくるか。氷の斧、麺のズボン。わあわあ、お前らか。これはショートカットか。なるほど。こっちもショートカットか。今日は松明。
わかんない、とりあえずいらない。こっち行く前にこっちの何かショートカット的なやつを当てたいな。おーい。いや、これこ、あ、ここまで戻されるのか。なるほどね。一応戻し作業が簡単なようにはなってるのか。ダッシュが欲しいな、これ。ソルトの入ったカバン、よっしゃ。なるほど、ここに戻ってくるのか。まあ、とりあえずね、ボス倒してね、ショートカットも開けたから、今回はここまで。レベルアップだけしとくか。じゃあね、これで終了にします。それじゃあまたなー。